はい、どうも夜食ハンター竹本明です。本日はですね、夜の川にやってきております。わかんないと思うんですけど、そこが川です。札幌の住宅街のど真ん中の川に来ているんですけども、今日ですね、ここでガサガサをやっていこうと思います。やはりこの方にガイドしていただくんですけども、どうもこんばんは、キャサさん。いつもお世話になっております。ご無沙汰してます。はい、ここで何取れるんですか？ここはね、はい、スジエビ。スジエビ、スジエビ、スジエビってあの川エビ、いわゆるザ川エビですよね。そうはいはい、あのちっちゃいやつ、うん、ちっちゃい、うん、まあちっちゃいかな。なんかちょっと指のサイズ、僕の思ってるのと違うんですけど、僕の思ってる川エビこれなんですけど、うん、ちょっとでかいかな、うん、あ、つまり大きな川エビが取れるから連れてきてくださったんですね。そんなことないよ。え、そんなことない。ここのは絶対美味しいから。あ、美味しいんだ。冬のスジエビは、はい、びっくりするほど甘い。甘い、揚げても甘い。こう揚げても甘いで、それを取るために大雪の中、そうガサガサをするわけですね、我々は。そうまあ、でも川は暖かいから。あ、なるほどなるほど。もうポイント入るまでに僕死ぬと思います。遭難すると思います、多分。気をつけて。はい、了解です。太ももに行った。うわー、川だ。ここにいるんですね、うん、どうだ。あ、いた。じゃじゃん。うわ、でかっ。普通のスジエビなんですよね、これ。普通のスジエビが冬の北海道ではこんなにも大きくなってしまうということなんですね。ちょっと見えなくて恐縮ですが、でかさかさやると、入ってる入ってる、いっぱいいますね。うわー、見事なサイズ、見事なサイズのスジエビです。いや、普通のスジエビだ。手長エビでもないわ、これ。スジエビだわ。実はですね、去年キャサさんと初めてガサした時に、冬のスジエビがマジでうまいからっていうのを言われてて、で今回満を持してそれをハントしに来たわけですよ。いや、スジエビは美味しいけど甘いってどういうことだというね。なんか黒いっすね、スジエビ。寒いから。普通ね、どっちかっていうとスジエビってこの岸側の枯れ草なんかガサガサしますよね、うん。いないね。あ、いないんだ、うん。流心の深くなってるところにいるわけですね。お、なんか大きいの入ったぞ。わー、でっかいの入った。やった。でかこれ。美味しい美味しくないよね、まだ分かんないから置いといても。こんなでかいスジエビばっか取れるんだったら、ガサガサとしては超楽しいな。あ、大きいっすよ、それ。水あったかいなとか言いましたが、嘘ですね。冷たい。雪とか気温よりはあったかいというだけで、今手が死にました、今の一瞬で。冬のこの左右が凍ってる、凍りつつある川に入ってマジでガタガタしてるよ。すごいな、人間やればできるもんだな。はい、入った。こう冷やりました。雪の上に置いたら映えるんじゃないかって。雪に埋もれてしまうからダメだ。どこにいるか分かんなくなる。雪に触れさすと死ぬしな。夜のガサガサ楽しいっすね。楽しいよね。電気使えないけど。しかし、なんでここのその冬のスジエビが美味しいっていうのを発見したんですか？なんとなくこう川があったら入りたいっていう時があって。そっか。そう、キャサさんは川があったら入りたい人です。うわー、すごっ。いたいた。いや、すごい。でかいな、やっぱりでかいなって言ってバケツを移したいんですけど、氷が、水が凍っていってる。いいですね、安全で手軽で簡単なガサガサ、なおマイナス10度っていうね。体調的には白タエビに近いけど、白タエビより胴体が太いから美味しそうだな。白タエビもめちゃくちゃ美味しいんだけど。というわけで、こんなにも取れました。またね、一匹一匹がでかいのよ。このサイズなんですよ。で、これが美味しいって言うんでしょ。いやー、楽しみでございますね、これ。ちょっとね、僕今日キャサさんのところに泊めていただくことになっておりますので、本当にね、ハントも教えていただいて、ガイドしていただいて、そして天津さえ泊めてさえいただくというね、どんだけおもらいハンターなんだってね。まあ、食ハンター竹本明、今年もこういうスタンスでやっていけたらいいなというふうに思っております。じゃあ持って帰りましょう。はい、というわけで、ハントしてきたスジエビですねを調理していきたいと思うんですけど、改めてご覧いただきたいのはね、この大きさですね。大きさ、
北海道のこの辺りで取れるやつはまあ大体こんなもんだよということらしいです。全体的に黒みが強いなぁと思います。エビというのはね、鮮度の良さが何よりも大事なので、まずですね、これをもう今すぐに茹でてしまって劣化を防ごうというふうに思うんですけど、茹でた状態で一回試食して、その甘さがですね、多分それでもわかると思うので、ちょっとねそれで食べてみたいと思います。あの皮のエビですからね、生で食べるのは厳禁なので、塩水、薄めの海水よりちょっと薄いぐらいの塩水でゆっくり火を入れて、で揚げると。釜茹での時は沸騰させた上でグツグツやるというよりは、まあ、80度から90度ぐらいのお湯でじっくりと火を通すようなイメージがいいと思います。じゃあいきます。すぐに赤くなる。なんか赤くなり方も普段取っているスジエビよりもなんか赤さが鮮やかに見えるな。いや、うまそうだな。一個食べてみたいと思います。めちゃくちゃうまそう。じゃあいただきます。甘いし、うまみがなんか、うまみを調べようとするんですけど、甘みがこうわって乗ってきて、すごい。もう一個食べよう。うん、信じてもらえないかもしれないですけど、天然の車エビの一番いいやつに匹敵するうまみで、本当に甘い。こういうことだったんだ。これはうまいですよ。これ本当に波のエビよりずっとうまいですよ。波のエビじゃない、もうこれは高級エビを超えてくる味だな。今回まあ釜茹でというかね、釜揚げみたいなスタイルでちょっとやってみて、こんなに美味しいんで、これをねまただからもう一段階調理して、でよりこのエビの美味しさを堪能してみたいなと思います。いやー、これさすがもう本当に甘かったです。すいません、疑って申し訳ございません。本当に。はい、というわけで私のね、神奈川の自宅に持ち帰ってまいりました、こちらのめたくそに美味しい札幌のスジエビでございます。車エビよりうまいのよ、本当にびっくりするほど美味しい。旨味が強くて歯ごたえがしっかりしてて、甘みがパキッとしてるんだよな。これは個人的な感なんですけど、体に糖を貯めて凍らないようにしてんじゃないかなって思うんだよね。糖分が多いと凍らないじゃないですか。本当にうまい、ただただうまいだけのエビが今ここにあるわけです。関東では絶対手に入らない奇跡のスジエビです。で、作るのは最初エビチリ行こうかと思ったんだけど、前に玉川のさ、やっぱりものすごい美味しいけど全く別のね、白田エビってエビがあって、それはねエビチリにしたので、今回はじゃあエビマヨにしてみようかなと。エビマヨの方がエビチリより味付けとしては濃いじゃんね。それでもこう味が消えずにね、美味しくね、素材の味が楽しめたらもう完璧だと思いますんでね。なんでちょっと今回エビマヨをね、作ってみようと思います。まあざっくり言うと、これをこう揚げ焼きにして、でそれをマヨネーズベースのソースに和えたものっていう感じなので、今酒をかけてね、ちょっとだけ揉むというかで混ぜます。混ぜました。塩と砂糖をちょっとずつ、あんまりつけすぎると、ね、本体の甘みが分かりにくくなるんでね。すりおろし生姜、まあ臭くないから臭み消しじゃなくて風味付け程度でいいね。はい、混ぜ込む。じゃあ蒸したので揚げていきますか。ごま油をちょっと混ぜた。サラダ油、まあもうすでに一回茹でてありますから、これは殻に火を入れて食べやすくするだけの行為だと思っていただければ、カリッとしてた方がね美味しいっていうのもあります。よし、 OK。 はい、じゃあこれで、しばらく置いて油を切っていきます。ちなみにこの状態で食べたらまあ当然うまいんだろうけど、ちょっと我慢ができないので食べちゃいます。いただきます。なまらうまい。やっぱうまいよな。さて、じゃあ油を切ってる間にソースを作っていきますかね。よいしょ、マヨネーズとウスターソースね。本式だと砂糖を入れるんですけど、砂糖入れなくても十分甘いことは分かってるんで入れません。で、牛乳の代わりに飲むヨーグルトの無糖を少し入れます。ケチャップ、
酢を少々で醤油と、はい、これを混ぜてマヨソースにするよ。そうだ、本当は長ネギなんだけど青ネギの白いとこ。はい、でここに先ほど揚げたエビをうわーっと入れる。よし、はい、ということで完成しました。北海道の都市河川で採れた世界一うまいスジエビのエビンマヨでございます。さあどんな味するでしょうか。ちょっとこう殻ごと揚げたのでね、エビが赤くなってエビチリみたいに見えますがエビマヨでございます。でこの大きくて美味しそうなやつからいただきます。うまいな。ちょっとね言葉が出ないよ、うますぎるんだよな。なんでこんなにうまいんだろう。やっぱエビの味が濃いね、すごい濃い。殻ごと調理してるからやっぱ閉じ込められるんですよね。うん、じゃあちょっとね、これに合わせた飲み物飲みたいんだけど、ちょっと自分この後車の運転がありましてお酒が飲めません。でお酒が飲めない時にやはり飲みたいものといえばじゃん、よしコーラ。まあよしに限らず、クラフトコーラっていうのは非常にねお酒の代替品だねになりうるものとして僕は個人的にすごく注目してるんですけども、このよしコーラのね、こちらまあシロップになってまして、でこれを炭酸水で割ることで美味しいコーラになるわけです。これはね普通のよしコーラとはちょっと違ってカノコソウというですねフレーバーが入ってるらしいです。シロップと炭酸水を1対3で割る。あ、どんな味かな。いただきます。うまい、じわっと舌に張り付くようなフレーバーがありますね。もう独特でも美味しい、やっぱコーラに合うなって感じ。味濃いよな。まあやっぱもともとうまいエビなんだろうなってのは思いますね本当に。まあ川エビの代表種でありますスジエビですけども、もともとスジエビ自体が身近なエビの中でもトップクラスに美味しいというのがあるというのが前提とあって、ただちっちゃいよねと、ちっちゃいからカリッと揚げて食うぐらいしか食べ方がないよねと。なんだけど北海道に行くとそれがすごいでかいのがいますよ。でしかも水温が低いせいかやたらと甘いということで、より完成形に近づいたというか、まあこれが完成形ですよ。まあ、今回夜なんで分かりにくかったと思うんですけど、神奈川とか東京とかでもよーく見る感じのザ・都市河川みたいなとこなんです。でそこにこんなに美味しいエビがいるぞ、しかも冬のクソ寒い真夜中に取れるぞと、凍りつくような水の中にスーパー寒い思いしながら入ることでしか得られない。まさに宝ですよ。よくシチュエーションの中で発掘したなっていうので、本当にキャサさんに、なんていうか尊敬の念がすごい湧くというか、もう頭が上がらないというか、本当にすごい人ですよ。うん。本当にね、まだまだ知らんものとか美味しいものとかいっぱいあるよ。この国は。皆さんの足元にも多分ありますよ。めちゃくちゃうまいもの絶対あるんで、それぞれの地域でここでしか食べられてないものってまああるじゃないですか。そういうものっていうのはやっぱよその地域よりそこので取れるやつが美味しかったりする理由がなんかあったりするんだよね。でそういうのを追っかけていくと、日本の食文化の多様性っていうのを後追いする形になるし、まあ最終的にはそういう文化をね理解して広げていくいいきっかけになるんじゃないかなっていうのも思うので、ぜひねそういうのを探して見つけていきましょうよ。そういうわけでね、今回はですね、もう本当に何の変哲もない川で獲れためちゃくちゃ美味しいスジエビ、こんなものがいるんですよということを、紹介しました。改めてキャスターさん本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。